毎週キングコング、お願いいたします。すみませんね、ちょっと、はい、すみませんってなんで俺が謝るのあかんのか、ちょっとトンボガキお休みで。あ、なるほど、はい、そうなんですよ。で、まあ、ちょっとさ、はい、声のない自分のやりやすいポジションみたいなさ、はい、例えばこの毎週キングコングやったら、俺やっぱりそこにイシちゃんおるやん、はいはいはい、いつも横にそこにトンボおるやん。はいはいはい、わかる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 。俺傑作チャンネルもそうやねんけど、うん、やっぱ横にスタッフがいると喋りやすかったです、はいはい、あ、わかる、うん、この立ち位置逆だったらもうすでにめちゃくちゃ気持ち悪いもんね。俺それで言うとほんまにいつもやねんけど、はい、YouTuber さんとコラボとか、はいはい、芸人さんの時とコラボとかの時に、うんうんうん、毎回俺やっぱりそれやねん。わかるわかる。うん、た時に、うん、ただいつもやけど、うん、YouTuber さんが、うん、はっていう、ちょっとはてなみたいな、ちょっと僕こっちの方が喋りやすいんですけど、こっちいいですかって時に、あ、はいってもちろんみんな言ってくれるけど、え、なんでって言われるの。いやー、なるほど。せやねん。あ、もう職業病だ、こっちは。もう職業病で。ここにセンターマイクがあって、それでずっと始めてきたから。でも、うん、例えば俺が、ちょっとすいません、こっちの方が喋りやすいんでいいですかって言った時に、うん、例えば YouTuber さんとかが、はい、芸人さんってやっぱり分かってくれる。YouTuber さんとかが、うん、えみたいな感じになったら俺毎回言うねん、はい、いや実はキングコングで立ち位置俺こっちで、はいはい、 はい、いつも西野がそこやから僕こっちの方が喋りやすいんですよって言うねんけども、はい、ちょっとだけんってなった人にはちょっと言わんでもええかな、でもなんか変な空気になるみたいな。わかる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 。やっぱ西野さんもこっち喋りづらい、喋りづらい喋りづらい、もうこっちで慣れてしまってるから。だからね、そういう 場合あるけど、こっちにゲストの方迎えてっていう時あるけど、うん、やっぱ喋りづらい、めっちゃ喋りづらい喋りづらい喋りづらい。それで言うと、そもそもどうやって決めたっけ、うん、立ち位置って。あ、コンビ組んだ時にボケツッコミはさ、うん、もうすぐ決まったよ。まあ、あたがね、もともとボケやったのに、もともと、いや、カジやで、俺、うん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 、それは覚えてんねんけど、うん、立ち位置ってどうやって決めたっけ。いや、これ、僕が言った気がする。いや、絶対にしない。絶対そうやねん。でも、なんでやったっけ。前のコンビがこっちやったから。あ、あの伝説の。いや、そんな伝説だよ。ブルーブルーブルー、グリーングリーンやし。年々面白くなくなっていってない、やっぱ梶原さん。グリーングリーンのことブルーブルーって言った。どう？うちのエースです。テントリア8番です。8番。8番。DH で8番。8番です。守備つきまんね。守備つきやね。打つ専門なんですけど8番。珍しいですよ。はいはいはい、DH で8番。珍しい。はいはい、なんですけど。そう。そうか。そう、前のコンビはどっちでした？こっちやね。ああ、だからそれがそうやね。もうそれでスッといったよね、じゃあ。あ、それだった、ね、それってなんでやったん。まあ俺はね、な、は、ん、い、でやったんかちょっとあんまり今覚えてないけど、もともとプライベートでもこっちは喋りやすかったみたいなことなんかな。違うね、前のコンビの時俺こっちになってる理由わかんねん。え、あんの。あんねん。何、恥ずかしいで。でも言うわ、うん、まっちゃんがこっちやった。でもそうや、NSC 生とか。そうや、ごめんごめん、うん、全然違う角度やった。あ、そう、今、俺こっちの方が、うん、男前に見えねえとか、そういう面白いやと思った。そっちがこっちと思ったら、はいはいはい、まさかまっちゃん、まっちゃんがまっちゃんがこっち。ダウンタウン大好きだよ、もうそもそも。でも、そうなった時さ、わかるわかる。じゃあ、例えば、そのグリーングリーンの時に、うん、西野ボケやったんですよ。そう、だからね、だからね、そうそう。で、わかんねん、うん、それで、松本さんに憧れて、うん、じゃないけどさ、うん、そこってなるのはわかんねんけど、うん、キングコング結成した時に、はい、あなたツッコミになったじゃないですか。そう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 。そうなった場合、うん、考え方的に、うん、じゃあ、浜ちゃんやとはならんかった。いやー、もうその時は、こっちがもう、浸ってきてたから。あ、浸ってきてた。浸ってきてたから、もうこっちで、だってグリーングリーンで鳴らしたわけですから。何ヶ月か。いや、でもグリーングリーンも備えようたかで何ヶ月かやん。そうで、あんま漫才とかやってなかったしね、うんうん、あんまりやってなかったんですけども、うん、まあでもこっちでひたっともう来てしまってたから、ちょっとショックやわ。なんすか、理由が。なんかもっと、うん、なんかツッコミとしてどんとしといてほしかった。こう叩きやすいとか、はいはい、なんかそういう理由があんのかなって思ったわ。いや、俺もうめちゃくちゃミーハーですよ。俺さ、こんなことになる去年の夏か、はいはい、うちの会社で、うん、
あれなんていうの、なんか旅行行ったんですよ。慰安旅行、慰安旅行みたいな行ったんですよ、うん、で飯食ってみんなでバーベキューして、うん、いいね、夜スナック行ったんですよ。地元のスナック行ってみんなで、まあ、ちょっとノリでね、ノリで行ったんですよ。みんなで行こうよ、カラオケとかもあるし。そう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 、うん、でみんなおのおのその歌歌って、うん、もう世代が違うからさ、楽しいよね。そうそうそう、もう23、4の子も いたらこっちはもう42じゃないですか。せやな、その歌何みたいな、古いみたいな、おっさんとか言われて、おいとか言うの分かるわ、あるんですけど、うん、うちの会社の最後はもう絶対全員でウォーオートナイトですから。最高や、絶対にウォーオートナイトです。たまにはこうして肩を並べて飲んで、はい、そう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 、あれをみんなで歌うっていう、あの歌って天才よ、あの歌天才、マジであの歌なんであんな天才なの、まだええもん、廃れないよね、廃れない、古い感じもない、ないない、全くない、全くない、わかるわ、うん、あれはめちゃくちゃ、全員歌うの、もう俺が一人で入れるんやけど恥ずかしくなってきて、ちょっと歌ってって言ってえ、でも今の話の流れで西野さん、そこ歌うとこってあっこじゃないですか。確か、ええ、いや俺そこまで抹茶だブサイク浜田のとこじゃん、そこまで、いやそこまで抹茶じゃないあれちょっと難しくないあそこちょっと難しくない、なんかどういう気持ちで行ったらいいのあそこ乗り越えるの、大手内であそこちょっと難しくない、そこ歌ってたらめっちゃ笑ったいやあそこ結構ハートいるで、だって若手20、若手がさ、若手がいる、ね、あっこってわーって浜田さん歌ったり途中で来るやんか、そこで若手がみんなこうやったりせえへんの。いやいやそれ恥ずかしいそれ乗り越えられるハート持ってんマイクバーバー6個ぐらいでビー、いやいやあれまあまあ長いのだあそこ結構あれはやっぱ抹茶しかないし、あっこ、いや僕がやったらもう主戦で全然ダメだ、そう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 、あいいね、そういう忘年会大好きだね、やっぱダウンタウンさんが、まあまあね、うんうん、いや面白いし、うんうんうん、やっぱり俺もやっぱり受けるもんね、うんうん、影響って、はいはいはい、でも実際は俺はもちろんダウンタウンさんも大好きだったけど、うん、俺は結構言うてんねんけど、ね、俺トンネルさ、ね、やったけども、うん、やっぱりどっかで影響を、まあ、あるあるあるされるもんな、多少だって我々の世代はないっていうのは嘘だね、やっぱ高校の中高を見てるわけだから、うん、うん、だから俺はね実はどっちかって言ったらね、うん、あのおもろいなこんな話、はい、どっちかっていうとボケやってますけど、はいはい、俺多分影響を受けてるのは浜田さんの方かもしれない。へえ、その要はやっぱり大阪人ってさ、うん、ツッコミ文化やん、はい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 、その時にダウンタウンさんを見て俺は育ってるから、うん、やっぱり俺やっぱり突っ込んだりもその好きやから、はい、その学生時代とか、はい、俺どっちかって浜田さんああ面白い、うん、その要は何かっていうとやっぱ温度、その技術なんかないから、はい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 、はい、ね、あの素人やから、はいはいはい、そんなもん中高生の時なんかきつめに行くみたいな、ああはい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 、頭どつくとか、はい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 、多分そこは俺浜田さんに多分影響を受けてると思うねんな。へえ、多分西野って実は生っ粋のボケやから、はい、多分小中高生の時に突っ込んでないと思う。突っ込んでない、突っ込んでない、突っ込んでない、大人になってからたくさん突っ込んでるけど、いや、全然うちのエースですけどどう、うちのエース、え、なんで我慢できんかったなんで今俺、我慢できんかったの、ね、我慢できなかったの、もう言いたくてしょうがなかったの、許してよ、今のは信じれない、いいね押してね、信じれない何今の、信じれないよ、もう年齢か、もうひどい今の、確かになあ、大人になってるから突っ込んでるけどな、本当にひどいっすよ、誰リスペクトしてやる、すごいっすよ本当にやめてくださいそんな、はい、すいません、その生粋のボケやったから、うん、キングコングになってからは、うん、よくそれもね軽く話したりするけど、フットボラー後藤さんとかをリスペクトで、うん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 、こうボタンを勉強した、めっちゃ勉強したっていうもん、うん、だから西野は多分そこはないんやろね、そうだから後天で、でもダウンタウンさんとお酒飲む番組あったじゃん、本音で発表って、あん時にはもう浜ちゃん派って言っちゃってるね、あ、そうで言っちゃった、あの酔っ払って、それだから要は、うん、西野がこの世界に入ってツッコミをやるようになってから、はい、やっぱりいろいろ経験を経て浜田さんすごいなってなったからって思ってたんやけど、あの酔っ払った時の僕、うん、だいぶ本音なんですよ。はい、そうでしょうね。で、あの松本さん聞かれたんですよ、うん、西野どっち派なんやと、お前は、あ松本派なのか、ありがたい質問やな、浜田派なのか、どっち派なんだって言われて、うん、で
これ本当にその聞松本さんが聞いてきたから言ったとかいうわけでもなく、お笑いの技術云々かんぬんとかでもなく、才能とかでもなく、人として浜田さんの方が好きですって言っちゃって男としてかっこいいじゃないですかって言って、なんかもう本当にどえらい空気だった。めっちゃ怒られたもん浜田さん。いやそれ面白くないよ。いや面白くね、あの番組の中で面白く怒っていただいたけど、いやおもろいなそれもな、わかるわかる、なんかドンと構えてる感じわかるよ、うん、ね、その芸人として、はい、ってなると、うん、ひょっとしたら松本さんって言いがちとかね、なっちゃうかもしれない、はい、なる人の方が多いかもしれない、うん、ね、なぜなら浜田さんはストイックのところ見してないよ、はい、見してない、はい、松本さんはね、はい、そうやから、うん、あれやけども、ただ人間をテーマにどっちって言われたら浜田さんかもしれんな、はい、これはひどいこと言ってるよ二人して。え俺もやっかまれてる。これごめんなさいね、俺は松本さんがいる時に言ったからまだギャグですけど、うん、いない時に浜田さん違う違う違う、あれなんでこれなんだ。いや俺はちゃんと本人目の前で言っておいっていうところでがセットだったけど、もう陰口ですよ今。やめてやめろや、そんなことないわな俺全然。言わんとすることわかるでしょ。いやいやわかるけど、わかるけど、わかるわかる、言ってることわかる。でも両方好きやな、そんなこと言うな。そんなん言うたらね。俺は両方、お前違う違う、俺はって言うたかい。俺は本当に両方、俺だな。いや、あなたは松本さんで、うんこ漏れそうだったよ。びっくりした、危ない。追い込まれてうんこ漏れそうだった。今マジでうんこ漏れそうだった。危ない。それはいやでも面白い。いやでもそんな話はね、別にこれはあるやん、あるあるやんか。あのさ、俺これちょっと聞きたかったっす、はいはいはい、今日ちょうど考えてたんですよ、ええ、よくそういう話、あのどのバンド入りたいみたいな話ってなったりするじゃないですか、うん、バンド入るんだったらどのバンドがいいみたいな、はい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 、コンビだったらどのコンビが良かったですか。俺ね、先に言っとく、はい、俺マジでキングコングなんですよ。おい、もう一回コンビやれって言われてもキングコングなんですよ。ちょっと何よ。いやただ、うん、それで俺もってガチャガさんが言ったらもうほんと地獄みたいな空気になるから、もうこれは一回なしで。あ、キングなしね。キングなし、キングなし、うんうんうん、どのコンビですか、なりたいの。それはボケでもツッコミでもボケでもツッコミどっちでもいい、なりたいコンビ。あ、それいろいろ含めてだよね。そうだよ、そうだよ、いろいろだよね、いろいろ含めてだよ。その活動内容とか、うん、もうこのコンビになったらなんとなくこっちの活動せんとあかんしなみたいにあるじゃないですか、うん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 、踏まえてどのコンビになりたいですか。じゃもうはっきり言っていいですか俺、はい、キングコングですね。いやー、どうしよう、どうしよう、うんこ漏れそう、うんこ漏らす、うんこ漏らす、うんこ漏らすしかないのか。いやでもこれはね、はい、西野さん、多くの人がこの人たちちゃうかなと思うわ俺。何あんの。うん、いややっぱり芸人さんからもやっぱり好かれてるし、はい、自由にやっている感じがするし、はい、っていうところで、あ、芸風も、芸風もなんとなくそうなるじゃないですか言うて。俺だから俺これ性格やと思うね、考え方の。俺の場合は憧れだったりとか、はい、自分は絶対できないけど、はい、自分が絶対できないからこそ憧れることってあるやん。だからこそもかもしれん。誰、おぎやはぎさん。あわかる、はい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 、俺はもう絶対におぎやはぎさんみたいなことはできないん、うん、だけども、うんうん、ただあの芸風がやりたいでもなくて、うん、あの楽しそうやもんな。なんかね、本当に楽しそうや。楽しそうやもん、おぎやはぎさん、確かに。なんか、若手の時から堂々と仕事断ってそうや。確かに確かに確かに。ゴルフ入ってるとか言ってそうやもんな、確かに。その日ゴルフなんてとか言いそうやもん。でもお前もどっちかとそっちやったやん。何そのやりたいこ、やりたくないことはほんまにやりたくないみたいな。 あんまり、うん、そうだね、うん、どっちかとそっちやったけど、俺そうじゃなかった。あー、そっか。俺はやっぱり気遣いやし、そこまで戦略家じゃなかったから、はい、いただいた仕事は頑張ります、はい、で行って滑ってとかっていうのを一人の時でも繰り返して、はいはいはい、でもああなれたらいいよねとか、なんかいろんな意味で。へー、意外な。そうそう、だからコンビ仲もええやん。ほんでいいいいいいええやん、うん、自由やってる。まあそこの頂点にいらっしゃるのが俺コンビじゃないけど所ジョージさんやと俺は思う、ね、はい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 、イメージ、はい、所ジョージさんをコンビになったらおぎやはぎさんみたいな感じのイメージ。あー、なるほど。そう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 。はー、違いますか。いや、おぎやはぎさん大好き。
まあまあ好きよね、そもそも大好き、うん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 、だけどなりたいかって言われると、うん、もっとなんか他の人がいそうだな。分かる、俺それは分かんねん。これも今から絶対どう喋っても失礼になんねんけど、喋、うん、るわ、うん、お前ってやっぱりルフィやねん。俺ルフィなんですか。ドラゴンボールで言うと溺れてる、水中入った今誰か、俺も水中に入れた今びっくりした、ゴボ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 言ってたけどすごかったよね、はい、ごめんなさい。あなたはドラゴンボールで言うと悟空なんですか、になりたい人なんですよ。なるほどなるほど、失礼になりますよ、はい、こっから小木秋さんは、はい、ぶっちゃけルフィだったり、うん、悟空ではないと思う。目指してないしな、そもそも目指してないから、はいはい、そもそもが、はいはい、違うと思うねんな。だから俺多分西野はおぎやぎさんって言わないと思うのよ。あ、まあ確かに。どっかでやっぱりど真ん中の主人公のコンビだと俺は思う、うん、あー、そっちじゃないですか。いや、俺もそうやねんで、うん、でも俺ってこういう例え話だとそっちに行かずにも済む人やねん。お前という男は、はい、この例え話でもそっちに行けない人やねん多分。絶対そう。赤レンジャーも一番好きな。俺もやで。うん。だけど、そういう話の時はいける。この話の時は全然、へぇ、俺はいけるタイプ。へぇ、もちろん俺もそうですけど、はい、うん、へぇ、だからあなた多分そうだと思うのよ。そうね。だからドストレートのルフィ悟空コンビだと思うね。キングオブじゃなかった。はぁ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 、まあ、キングオブは2人とも珍しいタイプの。珍しい。俺らしか言うてへんねん。いや珍しい。誰にもまた同じ話なの。他から言われたことないんです。コンビで2人ルフィ、2人ダブルルフィなんだ。なかなかうちしか言うてへんねん。自分からしか言うてへんねん。いやだからついてきてないだけやろ。いや薄々気づいてるやん。薄々気づいてるやん。ダブルルフィなんか思われてないんです。いやいや、まあ確かにそのフレーズでは思われてないけど、はい、なんかあのコンビ鼻につくなとか、はいはいはい、あると思うんだけど、はい、それってダブルフィやん。ダブルフィってやめて。ダブルフィ。ダブルルフィ。でもこれはほんまにすいません、本当にそうなんですよ。いや誰かな、むずいな。鼻につくってそういうことやから。いや、なんで知ったもう次言ってたやろ。何かがあるから鼻につく。いやいやいや、じゃあ思ってないね、みんな別に。そんなことどうですか。だから そっちでしょ、あなたは絶対。オリラジとか。あー、オリラジね。オリラジとか楽しそうやな。いや、そらもちろん。見てると、うん、いや、いろんな意味で、いろんなことできるし。うん、はい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 。で、いろんなことしたいし。どっちなりたい？で、俺やったら、おぎやはぎさんのどっちなりたいやし。あー。オリラジやったら、あっちゃんと、はい。藤森と、どっちなりたい？一回と藤森っすね。あー、そうですか。藤森。だね、やっぱり。なるほどね。藤森良くない？やっちゃもいいけど。いや、もちろん。両方最高、両方最高。どっちか言われたら。はいはいはい。藤森派。藤森なんかいろいろ何でもできるじゃん。俺絶対藤森。あー。絶対あっちゃんしんどそうやもん。あっちゃんかわいそうやもん。またあっちゃんおらんとこで。あっちゃんしんどいかな。ごめんな。え、いや、中田は中田ででも楽しそうや。俺もやっぱ YouTube やってるから、うん、一緒によう喋、うん、ってるやん。中田敦彦っていうのはどういう人間かっていうのも分かってるからこそよ、はいはいはい、で藤森のことも俺可愛がってたし、はいはい、分かってるからこそ、いや、あいつはやっぱりしんどいよ。しんどいの？だって、うん、どっかで無理しても、あー、こんなん言うていいかな、俺のイメージね。好きなんじゃないんすか。でもなんか背伸びするのが、あ、もちろんそのものは、ね、はいはい、いやいややってないよ、うん、好きでもちろんやってるけども、やっぱりでもどっかしんどい思いを自分で貸してる、うん、あ、まあそうね、そうね、うん、これはでもあなたの影響だと思うね。あ、そうなんですかね。俺はそのイメージがある。あ、やっぱりじゃあオリラジデビューしてからあっちゃんがそうやったからさ、俺そうじゃないと思う、はい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 、やっぱりお前と出会って、はい、西野にあいつのすごいとこって、はい、そこを人をリスペクトしてそのまま飲むのが、言われた俺この間。誰に？中田に。ああ、電話があってきて、うん、いや、もう西野さんの真似したら勝ちなんですよって言われた。ほら、西野さんの真似を2年遅れでやりゃ勝ちなんですよ。あと梶原さんとね。いや、それは言ってなかった。でも中田は言ってた、一番取り分でかいのは西野の真似を2年遅れでするっていうのが一番取り分でかい。すごいこと言うな。こいつすげえこと言う。俺わかる。でもわかるよ。そう、それは俺が第三者で見てても思ってたことやから。で、あいつはすごいのは、最初ちょっと真似っぽいなって俺は見てたんだけど、うんうん、いつしか
中田敦彦の ちゃんと、ね、自分の方に、ね、色になっていて、うん、なるからね、すごい、ね、もう誰がどう見ても西野の真似してるから、うん、思わない、そこのあいつの能力って多分俺ダントツ、うんうん、すごい、ただそれって、うん、俺しんどいと思う、しんどいんだ、俺はね、無理してはないと思う、はいはいはい、って考えた時にやっぱり藤森は藤森で、はい、絶対考えてるよ、はいはいはい、それはもちろんしんどい思いもして考えてるけども、はい、どこかでなんとかなる、これおもろくて、中田敦彦のなんとかなるだろうと藤森のなんとかなるだろう、俺違うと思う、はい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 、なんかどういうことですか、わからない、走り出すなよ、一つ目の質問で潰れるのか、分かれへんのかい、結構なスピードで走り出すだから、分かってるんかなと思う、全然分からへんけど、ニュアンスで分からへん、俺の言いたいことのニュアンスで伝わってない、ちゃうねん、全然ちゃうねん、それで言うと、うん、中田敦彦の、うん、これいけるぞっていうのと、うん、藤森のこれいけるぞはこれ全然違う、あ、そうなん、分かれへんもうええって、もうええって、全然分かれへん俺今一瞬でもほんまに聞けよ情けないわ今俺もう入りすぎて、今多分視聴者さん的に、あ、西尾さん仕掛けたってなってるやろうな、俺は一瞬まで ってなってた、分かれへんね、分かれへんの、分かれへん、分かるやろ、分かれへんね、走り出したら聞けるかなと思ったけど分かれへんかったもんけど俺が言わんとすることは分かってほしいな、マジで、どういうことですか、なんとかなるの違い、え、どういうことなんですか、中田は、はい、なんとかなる、はい、なんとかするする、はい、藤森はなんとかなる、はい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 、ね、はいはい、でもほんまになんとかなる、藤森は、はいはい、中田はなんとかする、力技でみたいなことかな、はい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 、ちょっとわかります、はい、ちょっとわかります、わかります、わかります、はい、それ以降はちょっと言ってよ、ちょお前さ、それで言うと違うんですよ、もうちょい掘り下げると、来たよ、そのなんとかなる、なんとかするだったじゃないですか、はい、それは なぜこういうことが起きてるかというと、うん、藤森っていうのはすでにある問題を解く人なんですよ、来た、で、中田っていうのは問題を作る人なんですよ、なので、うん、続きお願いします、面白いな、中田をこんなんしてたよ、面白いな、いや、分かれへん、こっから先分からへんね、そうやん、俺高田純次さんが好きでね、いや、知らん俺で思い出さんといて、元気が出るテレビの登場を思い出さんといて、下手したら一番面白いんちゃうから、めちゃくちゃ面白いな、高田純次さんめちゃくちゃ面白いな、あの人めちゃくちゃ面白いな、ずっと面白いな、ずっと適当やしな、あとパワー系でずっと面白い人って実はあんまおれへんねん、あー、ちょっとこういう話になってるけど、はい、あのおしげみたいな、そう、うん、長生きする人って、長生きって芸人として笑い取る人でってなってくると、うん、やっぱり可愛げが担いだ方が多いのよ、あー、俺のイメージ、まあ確かにそうやわ、俺その頂点にいるのが鶴瓶師匠だと思う、鶴瓶師匠ね、はいはい、鶴瓶師匠がそこの頂点だと思っていて、はいはい、もう長いやん、長いです、おもろい、ずーっとおもろい、はい、攻めたこともするし、はい、でもどっか鶴瓶師匠ってやっぱり可愛い、可愛い、可愛い、で人にいじってもらえたりとか、はい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 、っていう部分でいくとやっぱ可愛らしさ、はいはいはい、可愛げって俺はある人の方が長生きするイメージだけど、はいはい、高田純次さんって、はい、もう パワー、まあもちろん可愛らしさもあんねんけど、はい、パワー系であんだけ長生き、確かにな、そうで、ちょっとやっぱ、うん、ちょっとどころじゃない、うん、おしゃれやもんな、あー、おしゃれ、おしゃれってでかいな、やっぱ年齢重ねるとおしゃれってめっちゃでかいね、うん、あとね、清潔、あの汚らしさがない、うん、高田純次さんはかっこええもん、かっこええね、ほんでまた昔からかっこいいけど、どんどんかっこええね、かっこよくなってるでしょ、そうだから、そこもあるし、俺は親父さんじゃないけど憧れは、あ、でも絶対できない、あれは無理やな、あ、もう絶対、いやいや、あんた行きます、高田、あなた実は高田です。高田なんですか。芸人の中で一番顔芸が下手って言われてますよ。できます？いや、あなたどっちかって言ったら高田村ですよ。僕高田村の人ですか。全然高田。え、気づいてないの？え、でも高田村の人ってだいぶ顔とか面白いやん。いや、メイクとか。もちろん、うん、高田村にもいろいろ。うん、
面白顔町があるから、はいはいはい、面白顔町があったり、はいはい、村の中にあんのか、村の中にたくさんある、うん、町があんのかなんやねん村の中って、村の中って何、いろいろな、はいはいはい、あるね、はいはい、グループが、グループが、はい、コミュニティが、そう、はい、お顔グループがある、はい、あなたそこじゃないのよ。あ、そうなんですか。そう、はい、もう生き物としての根本がもう狂ってるから、はい、根本、じゃあ、ね、根っこ、太い幹で行くと、うん、高田村の方に行くんですか、僕。全然高田村、その先で枝分かれはしてるけれども、枝分かれはめちゃくちゃしてるけれども、こう辿っていくと高田村の、うん、あなたはもう完全に高田村です。初めて言われました、そんなこと。二世です。二世高田純次二世朝から二世に成り得た人なの。成り得た人どこ二世に成り得た人素人じゃないですか高田純次に憧れてる素人じゃないですか高田純次二世に成り得た人。何を言うてんのお前何を言うてんのそれは高田純次に憧れてる人、大体高田純次2世になり得た。全然なり得ないです、それは。違う。それは勘違いです。はい、あ、違う。もちろん好きで、はい、その自由やで、はい、けど、あなたはなれませんって俺ははっきり言えると思う。ああ、なるほど。その人と5分でも喋る、はいはい。違うんだ、違う。物が違う。物が全然違う。はい、何やったら多分俺、日本に数人かもしれない。なり得た人。なり得た人。そのうちの一人、お前やねん、これ。そうなんすか。全然いける。やっぱりね、はい、突き切ること。突っ切ること。ザキヤマさんとかそっちじゃないですか。いや、適当男の代名詞じゃないですか。なんかザキヤマさんすいません、今日いろいろと、はい、なんすか、ビジネスです。どういうことですか。俺からすると、はい、ザキヤマさんはああ、はい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 、あめっちゃ賢いし、はい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 、もう技術もえぐい、はい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 、あの方はやっぱりうざいを、はい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 、ああはいはい、なるほど。俺はね、はい、まあ作ってるやつはちょっとあれやけど、はいはい、うん、なるほどね。高田純次さんは違う、はい、ずっと高田純次さん、あー、裏でもね、裏でも、はいはいはい、まあ、ザキヤマさんも裏でも明るいし、そうだね、そうね、うん、あれだけども、うん、でもちょっとちゃうのよ、うん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 、だからザキヤマさんじゃないね、西野やね、まあ、第2の高田純次は第2の高田純次いや、光栄です、そして恐縮です、うん、第2の高田純次と言われる。でもお前は行かなかった行かなかったんだ、行かなかった、行かなかった、慣れたのに、慣れたのに、高田純次に慣れたのに、はい、こいつは行かなかった、行かなかった、はい、なんでだどこで熱くなってんすか俺悔しかったよお前が、え、そう言ってんじゃん、言わない、それはだってお前の人生や俺はずっと実は引っかかってたものがやっと取れたわ、俺はお前に高田純次になってほしかった。初めて聞いたわ高田純次になってほしかったって思ってたなんて相方にそんなこと思う高田純次になってほしいなってもったいなって思うっけ相方に、うん、俺は思ったな。いや、もちろんお前は、はい、ね、すごいから、はい、いろいろと考えることもすごいから、はい、まあそう地域やろうなとも思ってた、はいはい、高田純次の方向じゃないんだなっていうのを実は思ってた、はい、それが大体絵本描いてる時かな、はい、だから25ぐらいですか。そうだから絵本描き始めた時に、あ、高田さんの方行かんかったじゃあ何その時一回言ってくれ、邪魔になるやん、じゃあ一回言ってくれ、え、考えるきっかけ欲しかった、そんな17年後に言わんといや今やから言える話や、はい、これは俺は思ってたよ、あ、高田さんの方行かんかったんや、それまでずっと高田さんの線路走ってた。いや、そうだよ羽飛びの MC やってどうもとかやって、さあ、なんとかさんどうぞとか言って、あれはお前はほんまに頑張ってた、はい、あれはお前は偽ってた、あっちが偽りの姿、あっちが偽ってた、ほんまはギリギリするとか言うやつじゃないの、ああ、もう全然偽ってた、はい、本心でお前は楽しんでなかった、はい、ああ。役目を全うしてるぐらいの、そう、はいはい、ほんまはもっと自分からフレームインしたかったはず、いや、そんなことないけどもうほんまはもっとこういう西野でーすこういうの本心、根っこの根っこはびっくりせえ、薄いってびっくりせえ、相方がボケの人残して勝手にこんなことしてるキングコングのツッコミの方が西野でーとかやってたでも、もうほんま真面目な話になるけど、はい、お前が一番笑いを欲してたからな、跳ね飛びの時も、
あ、そう。でも、はい、偽ってギリギリっすっていうのをやりきってたの。はいはいはい。ほんまは11人いました。はい、お前が一番俺は欲してたと思うね。あー。なぜなら、はい、高田の血が入ってた。いや、入ってない。T の血が T の血が T を受け継ぐ方やから T の一族だからでも T の一族ってそう折れへんからマジで希少よ希少でも行かなかった革命家やから本来は T の一族 T 入ってんのに入ってんの西野 T 明宏なのにT の血入ってんのにフレームにせんかって俺せんかってんな失敗やわじゃあこのターンは、まあ、まあまあ失敗というか、はい、それ自由だから、はい、結果的には良かったと思う、はい、ただ俺は何度も言いたいのは何度でも言いたいのはお前は高田純次になれた男やねただ血はさ、うん、血っていうのは消えないからまあね、うん、根っこにあるからね出てくるよわかるどっかで分かる どっかで忘れた頃に分かる分かる高田出しますよ俺マジで分かってんのよこれ俺多分70ぐらいと思うね急に70歳ぐらいで急に急にしたからしたから買いたい本持ってしたから出てくる俺はね70ぐらいと思うな楽しみにしとってください皆さん出ますから出ますよ多分西野ティアキーノが下から出てきたらもう覚醒した時ですから何ですか。わあ、ちょっとこんな年頃の子に。ホージ。好きなタイプ？お前顔真っ赤かなとるやないか。ホージ。性格で言ったら、優しくて明るい人がタイプです。あら、はい、素晴らしい。ありがとうございます。大山初めて聞きました。ありがとうございます。最近トンボさんでキュンってしたことはありますか。いいじゃん。でもさ、それ、常嫁にも聞きたくない？聞きたいですああ、リオちゃんの後、常嫁にも聞きたい。あ、じゃあお二人聞きたい。聞きたいよな。絶対聞きたい。前回のオフ会から、この質問が来るかなってちょっと思ってたんだ。思ってたんだ。ってことは？ってことは、はい、でも、なかったんです残念。おい、あるだろう。残念、鶴さん。すごいですよ、はい、この方がシークレットゲストで来ていただいたんです。こちらノンスタイル石田さあ、イエーイ、石サック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 。余韻チャンネルね。余韻チャンネルを見てる。はいはい、見てくださってる。ありがとうございます。ほんまにそれどうなってんの？余韻チャンネルにサックが出る予定はありますか？確かに確かに。次はもう決まってるんですよ。ゲスト？はい。誰よそれ言える？言っていい、いいかな。いいんちゃうの？あかんの？あっちゃん。すごいやん。え？あっちゃん。え？あれ？あれれ？うそやろ。うん。あっちゃん。目見て目見て目見て。ルックルックルック。うん。あっちゃん。聞いて。いややっぱちょっと感動しましたね。感動するよな。良かったですし、歓声もすごかったですし。中野は？リュウジ？めっちゃ泣いてもうた。なんで泣いて？せーの、あ、そうか、ごめんなさい。せーの、ありがとうございました。すごい泣いてる。途中から恋は時間をラグらせる君を
愛は